況動画をご覧いただこうと思います。ユーストリームの調子はよろしいでしょうか。皆さん動画を大きく、画面を大きくして頼むって涙声でですね、応援席の方に行ってこのピリオドが打たれるので、ぜひともいいゲームにしていただきたいと思います。さあ前半がスタートいたしました。足がクリアです。新海選手はコリア戦の後半に出てきまして非常に良いパフォーマンスでしたね。両サイドからクロスボールを入れるんですが、埼玉サッカークラブのヘディングの打点の高いクリアでボールを跳ね返されています。中に入ってきた、おお、強兵新海、強兵ビッチーニョ、ビッチーニョゴール前の慌ただしい試合をこうやってできるっていうことだけでもなんて幸せかと思いますよ。さあ埼玉マイナスの数か、シュートコー、友のいいプレーですね。おー、キックフェイントしてまたフリーですね、縦入れてきた、これカウンターのチャンスですね。ビチーニョを走らせる、ビチーニョ、ビチーニョ左からカットインしてペナに入った、ペナに入った、入れてきた、おー、おー、素晴らしい、田中智則の素晴らしいループシュートです。相変わらず笑わないですね。笑わないですね。友達笑え。代表する J リーグクラブに成長しています。埼玉 SC と東京 23FC もそういう関係になれたらいいですね。さあそんなこと言ってる間に埼玉が、あー、これはどうする、おー、素晴らしい、大ピンチをなんとか切り抜けた23。喋り続けてね、結構噛んだりしてますけど、まあお許しください。おー、ビチーニョ、ビチーニョ、おー、ポスト、いいのまたかな、渡辺隆人かな、ちょっと見えないな、細かいポジションを変えて、おー、面白いな、新海、新海、おお、シュートは埼玉サッカークラブの選手の足。これ、まぶとい声。しつこくいいディフェンスをして、強平からボールを奪い取った。猪俣誠也、面白い、俊太、いい走りだったね。この俊太のオーバーラップというのも一つの見ものですね。智則とビッチーニョ、ビッチーニョ、ビッチーニョ。うお、友則出した、友則、友則、山本恭平のゴールです。ビチーニョ、友則、そして山本恭平、得点ですね。これはもう23の得点として見ていいでしょうね。さあ3回長いホイッスルがやりました。人たちへのお礼と、あと、応援してくれた人たちの感謝をお礼を兼ねるようなその挨拶ですね。諦めずに戦いたいと思いますので、応援よろしくお願いします。男子高校生というのがよく分かりますよ。今この高校生たちから埼玉サッカークラブの選手たち、大きな拍手が送られています。さあ、関東リーグも、一応決勝的には本日で終了です。